どうもジョナルト、カイロゾウオッチです。はい、ねえ、遊ぶな皆さん、僕らの友達にめちゃめちゃ面白いやつ頭に浮かびますか？石橋かな。いろいろ浮かぶとは思うんですけれども、本日はまあその中にね、多分一人は絶対浮かんでると思う直樹に来てもらってます。あ、こんにちは。あ、よろしくお願いします。そうなんですよ、彼ちょっとね、ズバ抜けたギャグ性を持ってるんでね、してね、ですね、そんな彼のね、ギャグ性を前に笑いをこらえようと、絶対笑っちゃうんですよ。いや、言われただけであんま信憑性ないと思うんですよ、皆さんもね、はいはい、あの、俺らの高校のね、あれなんですけど、ああ、まあ、みんなも、このモチとノセも分かんないと思うんで、まあ、軽くね、軽いの一発ちょっとギャグやってもらおうかなって思って。あ、なるほど、ほんとに無理なんだけど。じゃあ、直樹の一発ギャグまで3、2、1。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これが彼の面白さですね。なるほど。ということでですね、ただ笑いをこらえるのはね、動画でちょっとね、今までやってきたわけですよ。本日、こちらを買ってきてます。風船ですね。これを笑いをこらえつつ、膨らましきったやつの勝ちっていう。なるほど。でもやっていきたいなっていうですね。最終的に割れるってことですか？はい、そうですね、割れるまでが勝負です。はい、というわけで今回は笑わずに風船を膨らましきれです。やっていきましょう。わーい、こらえて、いくよ。じゃあもう普通に用意ドンで始めるからね。うん、用意ドン。まあ俺の作戦としてはね、だいたい膨らみ切ってから笑わせることは一から始めることはね、だいたい終わっちゃうよね、こっちとしてたら風船が膨らまん。俺そっちに遊びんちゃわかんない。モッチモッチ見て、こっち。指で押さえるのはなし、はいはいはい、口で押さえてるのはあり。了解。気持ちいいぜ。やべ、滑ってる。もうネタ考えらんねん。ねえやめて、ねえやめて、お願い、笑、まだまだまだ、ねえちょっと笑ってくれよ、笑ってくれよ、お願い。お願いだよ。だから思った、絶対パンってなんない。なんないからなんない。何そのチンコみたいな。はい、一発ギャグします。脇から野口入れよ。これ終盤まで行くとさ、あ、無理なんだよ。ここら辺グーって書いて口から出ちゃう。そう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 、割れない割れないって言ってた。よっしゃ、企画考案者さん、どうしよう。割れないのか、割れないのかって続けるよ。くそ